皆様こんばんは。なんか今日なんかめっちゃ暗くない？なんでだろう。うん、暗い。まあいいや。こんばんは。どうも。前髪が長い。なんか水を飲み切っちゃってさ、ないんだよな、もう水が。どうしよう、ちょっと待ってね。水持ってこる。持ってくる。わかったから。もう逐一ペットボトルのキャップは閉めて閉めてってめっちゃ親が言ってくるんですよ。めんどくさい本当に。ふう、皆様こんばんは。どうもどうも。え、まだ祭りなの？すごいね、不思議なギフト。いや、私なんか言いたかったんだよな。なんだっけな、なんかさ、あ、そう、これって思ったんだよな、この間忘れちゃった。まあ、でも私最近さ、天ぷらにハマってて天ぷらにハマって、天ぷら？天ぷら？天ぷら？え？天ぷら？天ぷら？え、どっちだろう？みんなどっち派？天ぷら、天ぷら、どっち？プラモデルのプラの言い方か、天ぷら、プラスチックのプラか。天ぷら、うん？プラ、プラ。ん？天ぷら、天ぷら。え、どっちが下がってる？天ぷら、プラ、天ぷら、天ぷらの方か、みんな。なんでプラなんだろうね。天も意味わかんないけど、もっと言ったら、うん、結構でもどっちもいる。でも天ぷらのもいるし、あのどっちもいるか、やっぱなんなんでしょうね。まあいいや、天ぷらわかんない、なんかもうダメだ気になっちゃうんだけど言うたびに。どうしよう、天ぷら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 、天ぷれみたいな方か、天ぷら、天ぷら。でもちょっと関西の方の方はさ、天ぷらじゃない天ぷら、天ぷらじゃなくてさ、え、でも天ぷらかな。うわ、わかんなくなる。これからも考えれば考えるほどわかんなくなる、絶対に。まあそう、天ぷら。いや、ダメだもん。もう気になっちゃう。あの、例のもの。いや、そう、それがね、そう、その、普段の食べ物にハマっているわけですよ。ハマったんです、最近。私。で、今日、でもなんかそう、それで、天ぷら食べてて、食べてハマって、あ、美味しいかも、と思って、で、その日の、次の日ぐらいに納豆を食べたの、私。で、納豆を食べてる時に、え？
納豆を天ぷらにしたら絶対美味しいって思ったのよ。で、今日納豆の天ぷらがあるお店に行ったんだけど、めっちゃ美味しい納豆の天ぷら、マジでおすすめ。今日食べた天ぷらで一番美味しかった、納豆の天ぷらが。でもお家で作るのどうやって作るんだろうと思いながら。でもなんか多分そのまま納豆に衣つけれないから、なんかね、あ、なんか厚揚げ、なんかそれか、あの餅巾着の袋かな、かなんかに納豆入れて揚げてたんですけど、マジで美味しかった、本当に。あれ家でも作りたいけど、絶対作るの大変なんだろうなと思って。今日納豆の日？やば。納豆の日だ。前田さんのお誕生日。え、おすすめでした。すごい、一番美味しかった。あと半熟卵の天ぷらも美味しかった。二択、納豆か半熟卵か二択って感じでした。すごい。普通にでも醤油かけて食べるのが美味しい。あとはなんか梅のお塩で食べても美味しかった、納豆の天ぷら。まあでも醤油の方が合うかな。でも天つゆでも普通に美味しそうと思った。マジでおすすめ、マジで今世紀の発見でした。え、でもやっぱ私が睨んだだけあると思った、マジで。なんかいろんな創作天ぷらのお店でいろんな天ぷら食べたんですけど、なんか割とトップで納豆が美味しかった。でも大根の天ぷらも割と美味しかったな。でもやっぱ私天ぷら食べるときに、なんかあの塩じゃ嫌なんですよ。なんかあの抹茶塩とか、なんかそういう味ついてる系の塩じゃなきゃ食べれない、あんま美味しいって思わない人なんですよね、多分。で、抹茶塩の、ま、抹茶はいけるんだよな、不思議だよな。 不思議。てか天ぷらはなんか抹茶塩とかそういう梅の塩とか、そういう味がついてる系の塩じゃなきゃ嫌だなって思っちゃう。すごい。だから前髪長すぎてもう鬱陶しい。鬱陶しいから巻きたいけどさ、させないんだよな、コンセント。俺なんかコンセント、いや開いてないな。いや、マジで不便になった、ここのパソコン類が。本当に。本当はね、普段ここにね、ライトがあって、明るくなってたし、ここにライトにコンセントが1個刺さってたから、コンセント刺していろいろできたんですけど。悲しいよ。長い。長いけど前髪伸ばしなって言われちゃったもんな、ビスのメイクさんに。だから伸ばしますとか言っちゃったもんな。迷います。でも今日の服的になんかさ、あんまり負けたくない服なんだよな。なんかコンセント欲しい。なんかないかな、コンセント。 発掘されないかな。分かった。じゃあさ、まず今
ストレートアイルの電源をつけてくるから、それで一回戻ってきてで、温まったらもう一回巻きに行ってくる。いい？ちょっと待って、だから10秒だけ待ってて、10秒だけ今、10秒だけ待ってて、いくよ、せーの。ふぅ、なんか蹴った。ただいま。とりあえず今電源だけつけてきた。温まるのを待ってます。今長すぎるマジで前髪。ちょ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 10秒で帰ったかな、わかんないけど。前髪伸ばした方があれにし、いや、なんか前髪伸ばした方が垢抜けるよって言われた。前髪はこうやって分けてやった方が垢抜けてるよって言われた、メイクさんに。でもなんか数あまたのタレントを見てきたビスのメイクさんだから、言うこと聞いといた方がいいかなと思って信憑性あるかな。でもなんか確かにさ、なんかさ、オーディションの時とかはさ、前髪を分けてた方がさ、可愛くはなくなるんだけどさ、顔が明るく見えるから元気に見られそうじゃない、勝手に。なんかイメージ、なんか全然同じテンションで言ってもさ、なんかツインテールキャラって別にそんなめちゃくちゃ可愛くなくても可愛く見えるのと同じで、なんか元気に見える。なんかツインテールだとピンクなのかなみたいな思うのと同じで、こう人のこう洗脳というか、そういうのあるじゃないですか多分。こう固定観念みたいな。よし、多分温まってるからちょっと巻いてくる。20秒だけ待ってて、20秒だけ前髪巻いてきます。マジでさ、ロニア巻きにくくなってるんだけど、本当に。本当に嫌なんだけど、なんでこんななんか仕様が変わってるんだろう。めちゃくちゃ久々に使ったけど、やっぱ違ったわ、ものが。絶対違うもの。めちゃくちゃ巻きにくい。まあでも、前髪短くなったから、よしとしよう。いや、こんばんは。ふう、なんか大根はなんかただの大根の天ぷらじゃなくて、なんかこう煮込まれた大根みたいななんか味が染みてる大根の、おでんの大根みたいなやつの天ぷらでした。そういえばなんか生の大根をイメージされてる方がいたら違いました。ふう、こんばんは皆様。
よし、なんか、いやなんかさ、長え、なんか最近本当に毎日前髪がさ、なんかショートにしてから安定してた気がしたんですけど、最近ね、前髪がまた毎日ね、場所が変わるようになって、不思議なんだよね。また言うことを聞かなくなってきてる、前髪が。なんか美容室行きたいんだけど、暑すぎてもう 美容室に行く元気が出てこない。暑いね、本当にね。最近なんか外歩いてたらマジで水分、なんか熱中症、ずっと熱中症な気がする。ずっと熱中症ってか、ずっと水分足りない気がする。すごい。体感として、ね、暑いよね、マジで。よし、じゃあ久しぶりのストレンジャーシングス見るか。え、これドクターストーン ドクターストーンってさ、これってさ、普通に2期なの？これは2期じゃないか、3期？あ、違うんだ。3期は2023年春だ。これ何なの？流水。なんか先週の方がさ、分かりやすい暑さだった気がする。なんか今週、なんか気づかない間に水分が足りないって感じ。なんか先週はもうカンカン太陽みたいな感じだったから、あっちーって思うし、すぐ水も飲みたくなるんだけど、なんか今週とか今日とかはなんか暑いんだけど、なんか別に喉が渇かなくてみたいな。水もなんか飲めないんだけど、でもなんか体に水分は足りてないだろうなみたいな。なんか気づかない間に倒れそうで怖い。ここ最近の気候。なんか先週みたいなカンカン太陽みたいな感じの方がありがたい、逆に。それでは、ストレンジャーシングス見よう。今日は第5話、第5章、第5話、ニーナ計画ですね。はい。え、ね、なんか最近って本当になんか水飲みたいなって思わないやつなんだよね。個人的にだから余計危ないなって思って、すごい。いや、今日全然水飲んでない気がするもんな。そう、家に水がなくなったってのもあるんですけど すごい。よし、それでは久しぶりに見ていきたいと思います。危ないかな？
私今日どんくらい水飲んだだろう。なんかいつもはペットボトルで何本とか分かりやすかったんだけど、今水ないから分かんないんだよな、何本飲んだか。よいしょ。あ、うるさいですね、申し訳ない。4-5。塩分はね、もうね、何もしなくても死ぬほど食べてると思う。味の濃いご飯が好きだから。多分今日もだってもうめっちゃ塩つける天ぷらばっか食べたもんな。天ぷら、私天ぷらだ。天ぷら、いやでも天ぷら、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 天ぷら。あー、もうダメだ、分かんなくなってくるからやめよう。はい、それではストレンジャーシングスの 4-5 いきたいと思います。やばい、めっちゃ久々だな。残り1時間16分32秒のところ、なんか調べたら出てくるかな、天ぷらの発音、イントネーション。なんか変なの開いちゃった。天ぷらイントネーション、あ、発音アクセント、待って、聞かせてあげる、皆さんにも。天ぷら、天ぷら、天ぷらを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 。こんな言い方しないけど。天ぷらを。だってこの言い方だったらなんかさ、天ぷらをじゃなくてさ、天ぷらをさんみたいな感じじゃない？天ぷらをさんみたいじゃない？助動詞付き、あ、違う、助詞付き。天ぷらを。天ぷら。天ぷら。天ぷらを。絶対おかしい、助詞付きの方。絶対おかしいけど、助詞付きの方。本当に？これが本当？天ぷら。まあ、天ぷらは分かった。天ぷらは、天ぷら、ん？天ぷら。天ぷら。天ぷらが間違いっていうのは分かった。天ぷら。プラスチックの方がおかしい。天ぷら。プラ。プラモデル。プラモデル。天ぷら。プラモデルの方でしょ。天ぷら。うん。天ぷらを。天ぷらを。どう聞いても天ぷらをさんにしか聞こえないんだけど、これ。本当に？でも天ぷら、天ぷらの方だし、らしいです。いや、私ない、結構いろんなとこアクセント変だよって言われるんだよな。ついでに4月のアクセントも調べよう。4月イントネーション、あ、出てこない。4月は、あ、これか、あ、漢字。4月、4月、4月、4月。3月が終わると4月が来ます。4月、3月が終わると4月が来ます。3月が終わると4月が来ます。4月、4月、4月、4月。3月が終わると4月が来ます。4月が来ます。3月が終わると4月が来ます。4月、4月、3月が終わると4月が来ます。4月、 3月が終わると4月が来ます。
三月が終わると四月が来ます。四月が来ます。三月が終わると四月が四月し。三月が終わると四月が来ます。三月が終わると四月が来ます。四月が来ます。四月が来ます。四月。四月。え？三月が終わると四月が来ます。三月が終わると四月が来ます。四月が来ます。四月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 。三月が終わると四月が来ます。四月が来ます。四月が来ます。三月が終わると四月が来ます。四月が来ます。四月。そんなこと言う？3月が終わると4月が来ます。4月が来ます。3月が終わると4月が来ます。3月が終わると4月が来ます。4月。3月が終わると4月が来ます。4月が来ます。3月が終わると4月が来ます。4月、?3 月が終わると4月が来ます。4月、4月、4月、4月。これ違うらしいんですよ、この2個で。これ2個で違うらしいんですよ。4月、4月。一緒に聞こえない？これ、この1個目が、なんかこういうアクセント記号だから。4月。で、2個目はまっすぐ。4月。めっちゃ一緒じゃない？ 4 月。4月。4月。どう聞いても一緒に聞こえるんだけど、これ4月。同じことを言ってるんだけど。4月。4月。絶対一緒のこと言ってるよね、これ。でもね、違うの。なんか4月。1個目は4月なの、アクセント記号が。でも2個目は4月なの。一緒じゃない？でも言ってることは、音は。4月。あ、これが1個目ね。1個目。4月。2個目。4月。一緒だって。何を言ってるんだい。3月が終わると4月が来ます。3月が終わると4月が来ます。3月が終わると4月が来ます。4月が来ます。あ、でもこうやって言われると違うわ。3月が終わると4月が来ます。4月が来ます。3月が終わると4月が来ます。3月が終わると4月が来ます。3月が終わると4月が来ます。そんな発音。3月が終わると4月が来ます。ダメだ。3月が終わると4月が来ます。こんなこと言わなくない？こんな発音で言わなくない？普段。こんなことを言ってる人見たことないけど。3月が終わると4月が来ます。4月が来ます。3月が終わると4月が来ます。4月が来ます。こんな発音で言わないよ、誰も。こっちはまだ4月が来ます。3月が終わると4月が来ます。これはまだわかる。でも私は3月が終わると4月が来ますって言っちゃう。こんな発音誰も言ってないと思うんだけど、私。絶対アナウンサーになれない。マジですごい、アナウンサーの人って。これ強制するってことでしょ、だってこれにね。4月が来ますって言っちゃうんだけど、普通に。どう考えても4月が来ます。3月が終わると4月、4月、4月が来ます。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 でも4月はさ、不自然じゃないんだけどさ、4月が変じゃない？すごい。すんごい気持ち悪い、私的には。やっぱ4月がが一番綺麗なんだけどな、個人的には。3月が終わると4月が来ます。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 
4月が来ます。3月が終わると4月が来ます。4月が来ます。3月が終わると4月が来ます。4月が来ます。3月が終わると4月が来ます。4月が、え、3月が終わると4月が来ます。4月が来ます。4月が来ます。私本当に無理かもしれない。でめっちゃ4月おかしいおかしいって本当に書かれてる。悲しいんだけど、私的には絶対にさ、4月が来ますが一番変なんだけど。なんか悲しい。私4月生まれじゃなかったらな。まあいいや、ごめんなさい、長々とこんな話をしてしまった。 4-5 ですね。最初から残り1時間16分32秒からいきたいと思います。それでは皆様準備よろしいでしょうか。すいません、だいぶ寄り道してしまいましたね。それではいきたいと思います。あ、今のがあのアクセント辞典のやつ。それではいきたいと思います。よーいスタート。でもね、2000年4月26日って言えないの。誕生日は2000年4月26日ですって言っちゃうの、いつも。何の話これ。誰が怪我した。あー、はよ出ろ、はよ出ろってやつか。SP の人か。2000年4月26日。2000年4月26日。4月。4月。4月。2000年4月26日。ピンとこない。画面が暗くて何も見えん。誰？本当に誰？ねえ、そう、びっくりしたのがさ、なんかキッズの皆様のさ、キッズってか、まあ、キッズじゃないんですけども、大人の皆様になったと思うんですけども、その
少年たち少女たちだった皆様のなんかインスタグラムの見に行ったのよ。でさ、絶対私さ、マックスちゃんとマイク役の二人がさ、強いんだと思ったの、インスタ。でもマジで、イレブンちゃんが一番めちゃくちゃ強くて、なんでこんな強いの、インスタ。びっくりしたんだけど、なんで？なんか絶対マックスちゃんとかが一番人気なんだと思ってたら、びっくりした。なんか2倍ぐらい下がった。やっぱ陽気だからかな、イレブンちゃん役の子。役の子とか言ったら失礼か。なんか多分他の人はみんな200万人前後なんですけど、あれ違うかな、すまん、適当に言ってる。 違った、2000万人？なんだっけ。え、そう。マックスちゃんの役の子とか2000万人ちょっと。マイク役の方なんだっけ、名前。ああ、フィンさん。そう、マックスちゃん役の方もマイク役の方も2000数百万人なんですけど、このイレブンちゃん役の方だけな5000万人ちょっとなの。5000何百万人なの、なんで？と思って、普通にすごすぎて感動した。こんばんは。ね、すごすぎない？なんかでも絶対さ、マイク役の人とマックスちゃん役の人がなんかこうモデルさん系じゃん、2人は。結構ビジュアルとかも、だからインスタだと強いのかなと思ったらめっちゃ強いと思って。ニーナ？なんかタイトルそんなんでしたよね、ニーナなんかうんたかくんたかみたいな。こんばんは。ええー、やだー、最悪じゃん。もう見たくもないよ。なんで生きてんの？ニーナ計画か、ありがとうございます。なんでこの人も生き残って、ホッパーも生き残って、ボブは死ぬの？意味がわかんないんだけど、この世界。理不尽すぎる。
不条理世の中の。なんか悲しくなってきた。なんかやばい人ばっか生き残ってく。悲しいよ。ドゥルルルルルルドゥルルルルルル。うわー、痛い。そうだ、こんな人もいた。こんな人ってか。そうだ、こんな状況でしたね。もうどこも救いがない、本当に。てか、何よりも何でしたっけ？看守の裏切り者の人がかわいそう。痛いよ。なんかもうこのまま開示が始まるんかってぐらい怖いんだけど、今このままここにライオンが突入されて戦いとか言われるみたいな。寒そう。こんばんは。
ダメだ、もうなんか本当に悲しい、シーズン4悲しいしか出てこない。唯一良かったねって言えるのもうマックスちゃんがなんとかなったことだけ。ポッポッポッポン。ね、ほっこりパート欲しい、もう胃が苦しい。え、ボブに見えた、誰誰よ。ああ、あれか、なんかジョイスみたいな、なんだっけねこの人。え、この方さ、マジでインタビューだとなんか全然もうまともな人間すぎてさ、めちゃくちゃなんか愛せた、すごい。あ、エディさんね。マジでなんかみんなね、みんな基本的にやっぱ V なんですよ。V とか言ったら失礼なんですけど。まあ陽気なんですよ、やっぱ。陽気なんですよ、もう。だけど一人だけなんかね、好感が持てた。いや、皆さん好感持てるんですけど、なんか一人だけこうね、すごい、こう、分かり合えると。なんかナンシーとジョナさんの出てるインタビュー、なんかどういう気持ちで見たらいいのか不安になっちゃって見れなかった。かわいい。え、マジでナンシー華奢すぎません？大丈夫？めっちゃ華奢。お母さんの格好見てないや。見よ。次出たら。かわいい、このツインテールの子。やっぱツインテールしてるだけで人って可愛く見えちゃうから不思議だよな。お人形みたい、すごい。怖い、何？
誰の家？バーバラちゃん？でもだ、誰んちか全く分からん。なんで知ってんの？え、なんであの人の家って知ってるの？あれだって回想でさ聞いただけだよね、あの牢屋の前で。ビデオ残ってたってこと？え、違うっけ？え、あの牢屋のさ、目すごい潰れちゃった人に聞いた話だよね、あれって。なんで家知ってんの？あ、資料写真ってこと？なるほどね。ダメだ、心苦しくなってきちゃう。雨空のせいじゃない、ララ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 ラトゥルルントゥルルントゥルントゥルルルルントゥルルル。え、新規のお子様の皆様、こちら、それともエルちゃんの回想？でもあの、何をやったんだと同じ場所だよね。誰？どういうこと？わからないです。無限。この人のおやおやすごい。あ、夢ってこと？やばいよ、やばやば父さん。まだやばやばだよ、あんな目にあっても。懲りないな。あが
ルくんだ。え、あれ曲がったら逃げれたの？なんで？曲がっても曲がって追いかけてこないの？すごいじゃん、アーガイル君のドライブテク。え、マリファナやってんの？待って、どういうこと？やってたっけ？前から。覚えてなかった。え、絶対やばいじゃん、これ。これ絶対やばいじゃん、書いたの。もう絶対やばいじゃん。え、絶対やばいよね。え、これの伏線ってだけで別に大丈夫、あれ書いても。このペンの気づく伏線ってこと？あ、よかった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 。よかった。とりあえずアーガイル君がなんかやらかさなくてよかった。こんばんは。今もうずっと怖いです。もうもうシーズン4ずっと怖いってか、ずっと悲しい、ずっと嫌だ。本当だよ、普通の生活を送っていたら手なんか落ちてないよ。なんでなの。
悟っちゃってるよ、もう。あーもうダメ、悲しい、ずっと悲しい、本当に。今日の楽しかったこと考えよう。今日は あ、でもユッケも食べたんですけど、ユッケ美味しかったですね。はい。でもやっぱ納豆がね、いっちゃん美味しかった。うん、やっぱ納豆おすすめ。でも天ぷらってお家で作るの絶対大変だよね。揚げ物系は基本的に大変ですよね、お家は。暑いし、なおさら余計に。すごい、ひげ剃ったらめっちゃ若く見える。なんかチュロスが食べたいってなって、でもあんまりチュロス売ってるところってないじゃないですか。それこそお祭りとか映画館とかディズニー行かないと食べれないじゃないですか、チュロスって。だからなんか冷凍食品の揚げて作るチュロスみたいのがあって、お母さんに買ってもらったんだけど、1年間ぐらい揚げるのやって揚げるのめんどくさすぎて1年間ぐらいずっと冷蔵庫で保管されたままだから、絶対にもうやばい。もうあのカチコチになってる、多分あの周りに氷がついて。幸せは2時間前で、ダダ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 、チュロス？あ、チョコ味とかってこと？なんかあんまそんな食べたことないかも、他の味を。でもやっぱディズニー行ったらプレーンが一番美味しいって思うかもしれない。なんだかんだね。そうだよね、絶対やばいよね、もう1年寝かしたチュロス。まあ冷食だから多分賞味期限的には大丈夫なんだけど、消費期限的には大丈夫なんですけど、ただもうやばいよね絶対。結局食べずに終わってしまいました。なんか多分めっちゃちゃんと解凍させないとすごいことになりそうね。アイスもね、でもアイスもよくさ、すぐさ、こう氷がもうつくよね。棒アイスとかだと特に。アイスさ、ストックしてたもの全部食べきっちゃったんだよな、暑すぎて。
この方たちは誰なの？そして。っていうシーンだった、今。あら、どういう、全然理解してなかった。なんか大事なシーンだった、今。ちゃんと見てなす、なんかもう怖すぎて。ちゃんと見てなかった。あの天井なんだろう。なんか普通に頭突きしたのかなとか思ってた、私。ポキポキポキって言ってた時に、なんかこう頭突きでもしたんかと思ってた、今。やばくない？待って、ルーカスこんな顔だった。そして、あ、ルーカスじゃない方のチームメイトか。すごい。こんなやる気なさそうな人も統率できるリーダー力。伊達にキャプテンな人じゃないですね。わあ、久々にロビンちゃん見た。かわいいロビンちゃん。すごい、なんかホーンテッドマンションみたい。今なかな怖いよ、もう。でもさ、な結構さ、漫画とかでよくさ、キッズがさ、幽霊屋敷探検だってやるじゃないですか。コナンとかでありがちじゃん。でもこの間クッキングパパの試し読みを読んでたら、みゆきちゃんたちもやってて、なんて鋼のハートなのって思って。かっけー！これ鍵。かっけー。やばい、切れそうじゃない？そんな奥深くまで。おー。手切れそうだった。いや、だから漫画のキッズはみんなあんなに勇敢に幽霊屋敷探検するのすごすぎるよ。でもキッズだからこそできるのかな。もうなんかさ、こう、ちょっともう10代とかになっちゃうと、もうさ、こうなんか冷静に考えちゃうじゃん。なんか本当にさ、誰か、なんかやばい殺人鬼とかがいたらどうしようとかさ、なんか本当にすごいなんか虫がいっぱいいたらどうしようとかさ、それこそ思っちゃうけど、本当にああいう小学生ぐらいのキッズだからこそいけるのかな。好奇心だけで。怖
い怖い怖い怖い、え、もうどうしよう、なんかもう怖くなってきた。待ち合わせは、やっぱ私今やっぱなんだっけ、アーニャが流行ってるじゃないですか。でもみゆきちゃんを読む、あのクッキングパパ読んでて、みゆきちゃんのウキャーっていうのも可愛いなって。アニメだとどういう声で言われるのか分かんないけど、うん、みゆきちゃんはナチュラルにウキャーって言うから可愛いなと思って。流行んないかな、ウキャーって思った。なんかシーズン4本当になんかてか、ほ、このシーンだけとかならいいんだけど、もうどのシーンもどのシーン、どこにし切り替わっても視点が、どの視点に切り替わってもずっと悲しいか怖いか辛いの3択だから、辛い辛いよ、辛すぎるよ、てか髪切りに行きたいよ。空手の黒帯って、え、蘭姉ちゃんって何の帯？すごい急に地震が、でも戦ってる最中の操縦どうするっていう、うわー、また悲しい、また悲しいです。イレブンちゃん、なんでこんなすごい迷路になってるの？この辺なんか謎にちょっといい声なのが本当面白い、おやおやみたいな、 なんか謎にちょっとこの人いい声なの本当に勘弁してほしい。パパにはそれでも届きません、おやおや、乙女ゲームのサンプルボイスにありそう。怖い、何？どういうこと？え、本当にどういうこと？あ、ニーナの中に入ってるのか今。
ダメだ。おやおや。おやおや。それこれちっちゃい頃に取っといたってことなのかな。待って、もう私まで心臓痛くなってきた。好きやね、プール、本当に。ダメだ、なんか心臓苦しくなってくる、本当に。なんか最近あった面白話あります？随時募集中。ロロロロロロロ、ピポポポポポポポ。こんばんは。あ、思い出した思い出した思い出した。はい、あのノブロック TV が50万再生突破したということで、ありがとうございました。皆様ありがとうございます。嬉しい、たくさん見てくださってありがとうございます。もう51万回になっちゃってた。そう、昨日言おうと思って忘れてました。ありがとうございます、マジで。ちょっと安心しました。よかったと思って。やば、お腹痛い。ありがとうございます。めっちゃ笑う？もう笑わないでしょ、さすがに。もう笑わないでしょ。ありがとうございました。で皆様、まだまだぜひ見てください。でもとりあえずね、こう大台と言いますか、50万回再生言ってくれて安心した。ポン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 。もう笑えないでしょ。
誰の名言？物知り。ありがとう、いっぱい見てくれて。気持ち悪い。これでももうさ、この雲にさ、こう寄生されたら終わりなんじゃないの？大丈夫？これ、不安、なんか全部がフラグに見えてくるんだけど。これだって今さ、別にさ、あの瓶の中に雲がいてさ、うわってびっくりするのでもよかったので、このわざわざこう肩に登ってきたのめちゃくちゃ不安なんですけど、私今不安です。何ですか？大丈夫ですか？怖いです。もう全部がフラグに見えます。私今誰も信用できない。何？もうそろそろアガイル映してほしい。怖い怖い怖い、なになになに、もう怖いよ。ちょっと幸せなことがあると不穏フラグ、不穏な雰囲気醸してくるのやめてほしい。触っちゃう？聞きな聞きな、音楽聴いときな、音楽聴きな。怖いってば。とりあえず音楽聴きな。どういうこと？あ、実験中か、これ。移動してください。
そんなの、そんなのなの報酬。なんて、なんてこと。そんな、何あれ、チーズ、何飴。え、それで、それでこれやらせてんのあんた。もうありえないよ。本当にありえないんだけど。あれ報酬が。最悪すぎる。誰そしてこの人。怖い、悲しいね。取っといたんじゃないかな、違うんかな。どういうこと？無理しすぎてるってこと？現在で進行形で無理しすぎてるってこと？もうやだよ。怖いって。違う、あの、何やったんだって言われた時の記憶ってことか、これ。もうまともな感性残ってないよ、お父さんに。もう嫌だ、本当に。こんばんは。あー、ギリギリバレたー。ギリギリバレたー。でも多分これは後ろから空手で倒す。すごい、どうやって撮ったの？さすがに10人はやばくないか。あ、似てる子プラス CG。 あ、そうなの。やっぱ海外の方だと、やっぱあの髪型だとやっぱ顔わかんないか。え、なんとかなりそう。絶対なんとかなんないと思ったら。あ、こんばんは、どうもどうも。今ね、ストレンジャーシングスのシーズン4の5話を見ています。黒帯頑張れ。待って、蘭姉ちゃんは黒帯なのかな、結局。
よね。絶対そうって思ってた私も。なんかこういうやつ見たことある。なんだっけコナンこれ。なんだっけ。あ、わかったわかったわかった、あれだ、探偵たちのレクイエムだ。あーもう嫌です、見たくないです、もう嫌です、こっち見ときます。怖すぎるからこっち見ときます。鉄のように固い腕、何のように突き去る足。あーもうやだ本当に。何してるの。落ちちゃう。すごいなんかさ、ディズニーのアトラクションにできそう。ここのシーン、なんかこういうのありがちだよね、ディズニーのアトラクションって。あーみたいな。ありがちじゃない、セリフが聞こえて。操縦できないって言ってたじゃないの。あーできないさ、あーみたいな。楽しそう。え、絶対無理やろ、これは。ちょっと無理があるよ、これは。無理があるって。ちょっと無理あるって。マジで、これが許されるならさ、ボブマジで生きててほしかった。本当に。もう、最大の悲しみ、ボブ。体験談。とりあえずマックスちゃんは音楽聴いた方がよろしいのでは。あ、いいこと言った。え、待って、めちゃくちゃ本当にさ、もう本当にあの何でしたっけ、なんか名前忘れちゃいましたけど、あのジャスティン・ビーバーみたいな、なんかこの何でしたっけ、男の人の名前の、あの雲のシーンが本当に不安。私は絶対にフラグだと見てしまう。ああいうの何を見つけた。すごい、なんでわかるの、なんでわかるの、行き先が。そんな天才じゃん。スティーブ、それだ、スティーブ。でもそれ見つけてどうするの、怖いよ。もう幸せに生きてほしい、本当に。かわいいダスティン。やばいやん。でまだ5話では死なないと思うんですよね。私何でしたっけ、お名前忘れましたけども。うわやばい。
今窓から見えちゃったらやばいよ、もう。こんばんは、初見さんいらっしゃいませ。びっくりした。本当にやめてほしい、もう本当にやめてほしい。もう今なんかさ、もう心臓が弱ってるから、今多分もう全体的にもう何でもびっくりしちゃうからやめて、本当に。うわ、ボートだ。何するの？すごい。すごい。そんな力技、まさかの。もうエディも泳ぐしかない。すごい。まさかの。わ、すごい速い。私は10メートルしか泳げないから、純粋に尊敬します。いや本当になんかこういうエモい演出好きですよね、ライトでの。え、何？あー、そこで釣られてるのね。でももうこれゲートの開き用、どうやって開くんですかね。なんかいまいちゲートが開く理論がよく分かってないんだよな。どうした？あー、そっか、見えてたもんね、さっき。そういえば時計。あー、落ちちゃった。アイディ、しかもあんなごつい服を着た、落ちちゃった。え、大丈夫なの？今の電球割れたの。目めっちゃ入りそうだったけど。あー、痛い痛い痛い。痛いよー。最低な親父すぎる、本当に。本当に。いいぞー。でも酸素きつい状態でこんな走らせるのかわいそうよ。辛い。これなんかこうさ、力が復帰してもあの親父の言いなりになってしまったというこの悲しさがある。力が出なかったら監禁されたままだし。もうどう転んでも辛いよ。
悲しいよ。どういうこと？なんで？もうそっちに行くしかないの、やっぱ。今もうエレベーターに乗って逃げても、なんか悲しい。なんで？あー、悲しい。しかもここで終わり？もういろいろ悲しい。音楽も悲しい。象徴的なシーンでしたね。もうほのぼの枠アーガイルしかいないから、もう今アーガイルくん映してほしい。本当にまあアーガイルくんも薬やってますけどね、ほのぼの枠とか言いつつ。やっぱパパ悲しい。パパを取るしかなかったの今のは。そんなのあんまりだよ。すごい、めちゃくちゃオペラみたいな曲流れとる、ずっと。でももうなんかなんとかさんちの家に行った皆様もちょっと不穏でしたし、まあイレブンちゃんはもう相も変わらず悲しいですし、どうせホーキンスを救えるのはイレブンちゃんしかいないというこの辛さ。ホッパーはもうなんか達観してしまっているし、墜落したお二人はどうなったのか。なんか辛い、本当に辛い。ずっと辛い、もうシーズン4。ちなみにこれ5話でしたが、あと何話ですか。もうあともう全部もうネタバレで聞きたい、もう見るのも辛くなってくる本当に。6、7、8、9話。もうちょっとさ、心の準備をしとくために、なんかすごいな、急に喉をどうした。ちょっと心の準備をしとくために、もう全部のあらすじ読んでもいい。まずオーエンズに連れられたネバダ、この今回の5話のあらすじ読んでみる。オーエンズに連れられてネバダに到着したエルは、ネバダっていうとこだったんだあれ。過去を突きつけられる。いやこれ読んでも、でも意外と大丈夫じゃね。待って、明日分だけ読んどこう。
え、うわ、やっぱさ、やっぱ怖いよ。やっぱ怖いよ。ね、もう。なんかもう、もうちょいなんか救いパートすぐ来るかなと思ったらずっと救えないパート。なんかあんなすごいさ、ローラースケート場のいじめなんて可愛く見えてきた、本当に。ね。なんかみんな楽しかったことある？最近。最近楽しかったこと、笑ったこと、もう心が、辛いから楽しかったこと募集中。のり塩ポテチ納豆。ああ、のり塩くだいのポテチ砕いて納豆にかけるってやつ。美味しいでしょ？でも納豆天ぷらの方が美味しいと思う。納豆プリンはしなくていいと思う。 うん、分かった。あのね、ディズニーで思い出したの。なんかさ、 YouTube にね、なんかディズニーのアトラクション作ってみたみたいな動画があって 動画があって、すごい、それおすすめです。豚丼風おむすび美味しかった。美味しいんだあれ。食べてみたい。あれ普通に美味しそうだなって思ってた。でも明太子がバズってますよね。悲しい。やっぱ豚丼ってやっぱこう、あんまり惹かれないんだろうな、東京の人からしたら。豚丼おにぎり、でも結構大きいよね、あの豚丼おにぎり。私も食べたいなと思ったんだけど、結構大きいから、なんかこうタイミングが難しい。ふう。なんかね、リトルマーメイドのアトラクション作ってみたみたいな動画めっちゃ良かった。でもモアナがあったからめっちゃすごい期待してみたら、なんかもうすごい壮大な、すごいすごい壮大なアトラクションになってて、作ってみた動画が。でもこれと何が違うんだろう。でマジでモアナ作ってほしい。でもなんか音楽多分使っちゃいけないのか分かんないんだけど、音楽流れないから、なんかモアナは音楽流れてみてほしいなってすごい思った、見てて。でもめっちゃなんかすんごい巨大ジェットコースターになってて、モアナはちょっと現実味があれでしたが。たこ焼き器でアヒージョの具、お餅が激うま？マジ？アヒージョでお餅？へえ。じゃあお餅あんま食べないんだよな、普段。お正月もあんま食べないから。でもまずたこ焼き器でね、アヒージョしないんですよ、だからもうその時点でおしゃれ。もうたこ焼き器でアヒージョをしようっていうのがおしゃれです、もう。すごい。でもあのなんかカマンベールチーズ丸々入れてさ、たらこ？明太子？とか入れてやりたいんだけどさ、なんかめっちゃ飛ぶっていうよね、油あれ。それが普通に跳ねるのが怖くてできてない。洗い物大変そうだなと思って。
豚丼ね、美味しいですよ。十勝豚丼うまいっす。でも別に東京で食べても豚丼は美味しい。なんか普通に美味しい豚丼屋さんに行ったら美味しいと思う。味一緒、味一緒ってか、まあ基本的に、まあそりゃ北海道の方がこう新鮮度的にも美味しいのかもしれないけど、全然普通に美味しかった気がする。多分海鮮は跳ねるけどチーズと明太子は大丈夫。本当に？本当に言ってる？エビとか入れたら跳ねるの？じゃあ、でも絶対チーズも油だから跳ねない、普通に。まあ、明太でもてかオリーブオイルをさたくさん入れるからさ跳ねるよね普通に多分。わかんない。でもアヒージョ作ってみたみたいな配信見たことあるんだけど、普通にめっちゃ跳ねてた。あと友達が作ってたなんかスキャレット、スキャレットなんかおしゃれな鉄板のちっちゃいフライパンみたいなのあるじゃないですか。それも友達が作った時はその丸々カマンベールチーズボンって入れたらすごいなんか、でも跳ねてた、わかんないや。スキレット、あ、それかも。持ってないからわかんない。スキレット、うん、そうなんだ。そう、でもカマンベールチーズね、普通に食べるのはそんな好きじゃないんですよ。だからアヒージョにして食べてみたい。でも家でアヒージョ作ろうと思わないもんな普段。目かゆい。もう何でしたっけ、あれしか、サイゼリヤのエスカルゴの残ったオイルだけしか食べたことない。目がかゆい。ピザチーズ入れて少し焼いてからパン投入。へえ、チーズフォンデュみたいな。簡単、お手軽チーズフォンデュ。待って、めっちゃ目かゆい。そしてどうしよう。ていうかこれタワー、もしかしてなんか消えないなと思ってたんだけど、これもしかしてタワー立ててくれてる誰か。え、誰だ。え、分からんな、どこ、これか。え、タワーだよね。そうだよね、ありがとうございます。いつ、全然気づかなかった。もっと主張していいのに。さつきななすきさん、ありがたわー。すごい、これ織姫さんなんですかね、かわいい。ちょっとあとでちゃんとギフト読むときにちゃんとやります。ひとまず、目が取れちゃう。いや、目はね取れないんだけどね。でも白内障になりやすいらしくて、
よくないなと思いつつも癖なのでね、ちょっと怒られるんですけど、いつもでき、うん、直せないこれ。ていうかね、普通にね、前髪を切れた話なんですよ、本当に。でも美容室行くのがめんどくさい、本当に。でも行かなきゃだけど。でも今日みたいな格好の時、前髪分けるの変なんだよな。ね。私、おでこ広いから本当は分けたくないんだよな。でもなんとなくこうさ、前髪を分けると顔が明るくなって聡明な雰囲気が出るから、受けがいいのは分かるんだよな。てかな、海外ってさ、海外のディズニー行ったことないんだけどさ、なんかアリエルのさ、普通にアトラクションあるらしくて、なんかライド系の、めっちゃ行きたくなった。でもやっぱもうさ、こう全世代共通で喋れることってもうご飯とさ、ディズニーしかなくてさ、ダメだわ、その話ばっかしちゃう。でもね、考えてたの、衣食住、いやまあ全人類共通して喋れることなんだろうって考えたら衣食住なんだけど、衣服はさ、世代によってさ変わるやん。で、住宅もさ、なんかまあ結構変わるやん。だからもう食しかないんだよね。でもめっちゃすごい食べ物大好きみたいになっちゃって恥ずかしい。どこだろうな、とね、なんかどこって書いてたかな。アリエルのアンダーシーアドベンチャー、どこにあるんだろう、調べよう。あー、もうこのさ、なんかあの Google のさ、写真で調べれるよみたいなやつめっちゃ開いちゃう、押しちゃうんだけど、間違って。あー、もう勝手に Apple Store に飛ぶし、もう本当に怒ってます。あー、もう怒ってます、もうやめてください。アリエルのアンダーだし、カリフォルニアだ。え、どこにあんだろう、これ。ディズニーカリフォルニアアドベンチャーパークらしいです。カリフォルニアにもあるんだ、ディズニーって。すごいね。いっぱいある。なんかこういう時私ちゃんとドラマとか見たらいいんですけど。でも N のためにはね、見終わったこの間。でもなんか学生時代の話がの方、ん？学生時代の方が好きだったから、
なんか現代になっちゃってからなんかすごい複雑すぎて、複雑っていうかなんか、すごいなんか、うーんって感じだった。でもあれ見たいんですよね、この間延期しちゃったやつ。なんだっけ、羽子と僕みたいな、なんか なんだっけ、名前忘れましたけど、なんとか、なんとかと羽子みたいな。豆男と羽子みたいな。石子と羽男だった、全然違った。今期おすすめドラマあります？皆様。アナハイム、全然わかんない。カリフォルニアまではギリギリ聞いたことがあるけど、アナハイムは聞いたことない。全く分からんな。めっちゃ刺さる目に。ねえ、そう、私さ、U-NEXT ポイントをさ、月末まで使わなかったら、毎月漫画を買おうと思って、今、いろいろ試し読みして、マイリスト登録してるんですよ。で、それでさ、なんか結構、なんか試し読み増量版とかが無料になってたりするんですよ。なんか無料で購入みたいな、できるとか、あと、一巻無料購入とかできるみたいな、あるんですけど、結構、キャンペーンみたいなやつで。で、それでさ、なんかさ、無料って書いて、なんか、なんて言うんだろうな。無料、なんかね、こう無理、その一覧、漫画一覧みたいなやつで、無料がある作品は無料ってタグがついてるの。だからそれに従って、あ、無料なんだと思って、そのいろいろ読みすぎて、その流れで、こう普通に一巻無料だと思って、ポチって押したら、普通に有料で購入されてて、無料じゃなかったの、その漫画。だから表記が嘘だったんですけど、すんごい悔しい。500円ぐらい使ってしまった。まあ、いいんですけど。でも読みたい漫画をすごくね、今ね、貯めてたんですよ、マイリストに入れて。で、毎月末残ってたら買おうと思ってワクワクしてたのに、買っちゃったよ、気づかない間に。悔しい。なんか全然知らないドラマとか普通にあるの。なんかさ、あと初恋の悪魔見たかったんだ。そう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 。なんかさ、こんなさ、ばらつきありましたっけ？ドラマのスタートって。なんかもっと一斉にバンって始まんなかったっけ？なんか1、2週間の間にバンって始まるイメージだったのに。なんか、バラ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 って感じすぎません？最近って。こんなにバラバラだったっけ？
なんか全然知らないドラマもいっぱいある。あ、ワウワウプレミアムとかだからか。だからだ、なんか知らないなと思ったら。なんかめっちゃバラバラだよね、割と。なんかびっくりしてる。でもスタート忘れちゃうからさ、だからバラバラだと、あ、この週と、あ、来週は1話だなみたいな気持ちでさ、番組表とか見れるけど、結構知らない間に始まっちゃってるのが多いから、すごい。ね、困りますね。いや、でも最愛を見るために1ヶ月だけパラビ登録するかめっちゃ迷ってて今 すごい迷ってます。リトルマーメイドのアトラクションね、YouTube で見たよ。なんか、乗ってる人がこうやって、スマホで撮ってくれてるやつ。でもね、違うの。リトルマーメイドは別にアトラクション性、まあ、アトラクション性もそうなんですけど、いいの。曲を聴くために行ってるから、あれは。本当に。全然いい。もう、日本はもう、ああいうの作ってほしい。なんかさ、アリエルのさ、シアター、なんでしたっけ？キングトリトンのコンサート？ずっと休止するじゃないですか。だからもう本当にライドとして作ってほしい。あの歌を聴きに行ってるみたいなもんだから、もうディズニーシーに行く理由。あの歌をこう、もう、なんていうんですか？あの歌の良さを節々と感じられる。ライド作ってほしい、もでもそれと同じぐらいモアナの曲を聴きに行きたいから作ってほしい。モアナのライドも。もうもはやライドじゃなくてもいいから、あの歌が流れる。もう、タララータララータララーが聴ける。スポットを作ってくれたら何でもいいから。でもなんかモアナね、どうなんだろうな。なんかさ、あんまりグッズ化してもなんか人気にならなそうだよね。ちょっとモアナ。そこがね、無理な理由なんかな。でもなんかパレードとかショーとかでもこれ見よがしに流してほしい、あの曲。いい曲すぎるから。すごい。
カニの歌？モアナね、実はね、見たことない。こんなにモアナ、しかももっと言ったらリトルマーメイドも映画は見たことないです。歌しか知らないです。あの、有名な。お、パートオブユアワールド？が好きってだけなんで。ディズニーはね、全然見たことない。あ、でもなんかディズニープラスさ、なんかさ、入るかもみたいな。はい、なんか、無料お試しキャンペーンみたいなやつもらって。入るっていうか、なんかできるんですよ。だからこれを機に見れるけど。でも見たいものがありすぎて他に、ちょっと今じゃないかなっていう気もあったり、なかったり。スターウォーズみたいですけどね。でもそれこそさ、ディズニーはさ、もうみんなの方が知ってると思うから、みんなと見たいけど、みんなディズニープラス入ってる？最近入った？タイムリーじゃん。結構入ってる。やっぱスターウォーズが見たくて、でもスターウォーズのその見る順番すら分かんないから、私マジで。アベンジャーズはディズニープラス？違う？なんかそこのさ、差が分かってないんだよな、あんまり。マーベルってディズニーじゃないの？アベンジャーズっていうか、あの、なんかあの、シリーズもの、何でしたっけ？マーベルのシリーズもの。名前が分かりませんが。あ、マーベルはディズニー？そう、マーベルも見てみたいんだよな。そう、なんかどっちかというと、そのディズニーのその、まあ、まあ、リトルマーメイドは曲を聴くために見たいってのがある。あとズートピアはオタク人気が高いからなんで人気なのか見たいっていうのと、あとモアナも曲を聴きたいから見たいけど、他は的にはマーベル作品と、スターウォーズ。でも私なんかマーベルそんなにハマらない気もしてきたんだよな。なんかさ、スパイダーマンのなんかこの間やってたじゃないですか、映画。あれの要約みたいなやつをなんか見たんですけど、話を要約したくれた人みたいなそう聞いたんですけど、なんかね、違うかもって思った。そう、ズートピアとか私も好きそう。ああいう単純って言ったらあれだけど、なんかこうキッズも楽しめますみたいな話の方が好きな気がする。だから私、あのベイマックスはね、見たのよ。でベイマックスの前半が好きなの私。ベイマックスのあの1ね、前半ってあの1、2とかじゃなくて、あのベイマックス1の前半が好きで、ベイマックス1の後半があんまり好みじゃなかったの。でも多分1の前半はキッズ向けで、後半はちょっとこうなんかマーベルっぽい感じになってるんですよね、多分あれって。わかんないですけど、そんな感じじゃないのかな、わかんない。でもベイマックス前半を見て、めっちゃおもろいじゃんと思って、でも時間の関係でなんかそのかかってたのよ、ベイマックスが。で前半まで見たんだよ。でそれでめっちゃ面白いと思って、でも時間の関係でも行かなきゃいけなかったから後半見ずに帰ったの。それどうしても気になると思ってわざわざ DVD を買って見たんだけど、後半が全然好みじゃなくてもうええと思って、買っちゃったよと思いながら。でもみんなでなんかそうだ、みんなでワイワイとかが好きなんだろうな多分。そうなんよね。だからね、マーベル気になるけどハマれるかなというところ。
スターウォーズはね普通に気になります。トイストーリーは紫色のやつだけ見た。紫色のやつが最後まで裏切るっていう話のやつだけ見た。3? あ、3なんだ。あれうち2だと思ってた。3だけ見ました。なんかおばあちゃん家に行った時に連れてってもらった夏休み。モンスターズインクって何？まず待って。モンスターズインクっていうのは、かくれんぼのゲームのやつ、かくれんぼのやつですよね。かくれんぼのアトラクションに出てくる、サリーとマイクですよね。なんかさ、モンスターズインクとモンスターエナジーみたいなのが2個ない？あれ何の差があるのかいつも分かってないんだよな。モンスターズインクとなんかもう1個ないですっけ。そう、でも多分どっちも見たことないです多分。うん、っていうか絶対。そんな感じかしら。よし、それじゃ今日はそろそろ終わろっかな。マジで目かゆい。何なんだろう、やっぱ刺さってるからなのかな。前髪が ね。ディズニーみんなで見たいけど、でもディズニープラス入ってる人しか見れないっていう。どんくらい入ってんだろうディズニープラスって。世の中のまあ、それではとりあえず今日は終わりたいと思います。私がギフト教えてと言ったら皆さんはお姉さんと言ってください。何でしたっけ。スペシャルギフトをくださった方の名前を私その場で読まないんですけど、今この時間にまとめて読ませていただきたいなと思いまして。待って、どうしても目かゆいからちょっと待って、目薬取ってくる。取ってくるっていうか打ってきました。ああ。ネットフリックスの方がさ登録者数多い気がしてるんだけど、勝手にこれ私の勝手な勘違いかな。なんかアマプラとネットフリックスはなんかなんとなくだけど多そうだなみたいな。
なんか Hulu と U-NEXT は確かに限られてきそうって思う。私のイメージ、アマプラ、ネトフリ、超えられない壁、Hulu、超えられない壁、U-NEXT or ディズニープラスって感じなんですよ。登録者のイメージ。これ私の勝手な偏見なのかな。ネタ売り入った？嘘、ごめん。話題作でもなんか、話題作？世間の話題作ってみんなネタ振りのイメージなんだよな。まあいいや、とりあえずごめんなさい、ギフト読みます。私がギフト教えてたら皆さんお姉さんって言ってください。すいません、これずっと出したままで。スペシャルギフトをくださった方の名前をその場で読まないんですけど、今この時間にまとめて読ませていただきたいなと思いますので、私がギフト教えてと言ったら皆さんお姉さんって言ってください。それでは行きたいと思います。せーの、ギフト教えてお姉さん。どうも皆様、ありがとうございます。読ませていただきます。ラーメンマンさん、考えなしさん、タルタルソースさん、猫耳さんさんさん、レソナさん、マサトさん、レイお母さん、ハイキーさん、ヒーさん、アサッコさん、ミッドナイトパーティーさん、梅ちゃんの友達さん、ジンゴマさん、ノイラーテムさん、ユキポンさん、サツキのナツキさん、スンタさん、青山さん、マーチンさん、シミタさん、マブーフさん、タカスミさん、ミッキーローズさん、笑っていこうさん、空の音さん、ヨーコさん、イッサさん、アキララさん、サツキのナツキさん、マーライオンさん、アヤマジさん、皆さんありがとうございます。そしてサツキのナツキさん、ありがとうございます。ありがたわー。ちょっと明るい。あ、待って、もう見てないわ。そういえばこれ消しとこ、ずっと出しちゃってた、ごめんなさい、嘘ついてましたね。ありがとう。はい、という感じで続きましてスクショタイムです。スクショタイムは私が目をつむって適当なタイミングで目をパッと開きます。私が目をつむって適当なタイミングで目をパッと開きます。その瞬間に一番上にあったコメントのリクエストに答えてスクショタイムのポーズを取っていきたいと思いますので、何かスクショタイムにやってほしいポーズのリクエストがある方は今コメント欄にお書きください。どうぞどうぞ。はい、てるてる坊主。なんかこの間苦戦してなかったっけ、私てるてる坊主のランキングのやつで。てるてる坊主、わかった、ティッシュ、このティッシュをこうして、なんかこうクシュクシュクシュっと、こうして、はい、いってー、くるぶしぶつけたー、マジで過剰骨、ほんとにいらない、くるぶし、こんなに、こんなにくるぶしいらない、もうあげる、くるぶしの骨、誰かに。くるぶしが出てないよって人にあげたい、私のくるぶしの骨。なんかサンタさんみたいになっちゃう、こんくらいにしとこ。はい、てるてる坊主、大丈夫かしら、全く意味わかんない画面だねこれ、普通に何のこっちゃって感じですね。
てるてる坊主って、まあどうやって作るのかもう覚えてないっていう。恥ずかしくなってきた。あいててててて、てあいててててて、ピースしとこ。オッケー。壇上読みます。オーマイガー、はい、読みます。13位ようこさん、ありがとうございます。12位ミッキーローズさん、ありがとうございます。ほこりが。11位青山さん、ありがとうございます。10位あさっこさん、ありがとうございます。9位見えないマーチンさん、ありがとうございます。8位ミッドナイトパーティーさん、ありがとうございます。7位ラーメンマンさん、ありがとうございます。6位タルタルソースさん、ありがとうございます。5位ノイラーテムさん、ありがとうございます。4位ハイキーさん、ありがとうございます。3位考えなしさん、ありがとうございます。2位レソナさん、ありがとうございます。そして第1位はさつきななつきさん、ありがとうございます。皆様ありがとうございます。はい、ということで、それでは最後に合唱して終わりたいと思います。視聴、コメント、星、ギフト、すべてに対して私が最後に感謝の気持ちを込めて感謝ですって言います。そしたら皆さんはそれに続いて合唱って言ってください。これはもうそういうものなんだなと割り切っていただいて特に深い意味とかはないので、ぜひ感謝ですって言ったら合唱って言ってください。一番最初に合唱って言ってくださった方と100番目とどめの合唱をしてくださったお二方のお名前をここら辺に出して表彰させていただきますので、ぜひ1番と100番を狙って合唱って言って帰ってください。それでは、本日もご視聴いただきまして皆様本当にありがとうございました。また明日お会いしましょう。はい、ということで今夜もありがとうございました。感謝です。トゥルンっていうか、今日なんか背景違ったね。これ初めて気づいて、今この七夕背景かわいい、なんか熱盛みたいでかわいい。はい、1番ノイラーテムさん、とどめラーメンマンさん、おめでとうございます。取れた？おめでとう、二方。そして、合唱を言ってくださった皆様も本当にありがとうございました。では、また、明日、お会いしましょう。今日は、この辺でお開きです。まったね、皆様。おやすみなさいませ。明日、バイバーイ。